ねえねえ、猫タン、最近お父さんの影響で、ラグビー見てるんだけど。へえ、意外だな。ラグビー、めっちゃ熱いねえ。お、おう。今年は、ワールドカップ日本開催だし、初の決勝進出だしね。そうだよね。チームへの、応援の気持ち込めて、何か作りたいな。じゃあ定番だけど、クッキー作ろう。はーい。生地は2色作るけど、途中まで一緒に作るよ。2回に分けて作るよりは、楽そうだね。バターと卵は、常温に出しておくよ。薄力粉とアーモンドパウダーは、半分にして、片方ココアを入れるよ。オッケー。薄力粉とアーモンドパウダーを、混ぜておくよ。ふるいにかけるより、楽だねー。ココア入りも同じように混ぜるよ。ココアの粒、残らないようにしようっと。卵も、あらかじめ溶いておくよ。バターが、クリームみたいになったよ。砂糖も加えてよく混ぜるよ。あ、シリコンマット、忘れてた。重たくなるとぐらつくから、敷いとくといいね。安定して、混ぜやすくなったよ。だろ？今回は蜂蜜も入れるよ。ぐるぐる、って混ぜちゃおう。バニラペーストも加えて混ぜるよ。卵は数回に分けて、加えるんだったね。生地の半分を、片方のボウルに取り分けよう。先にボウルの重さ測っておくと、分けやすいね。練らないで、切るように混ぜていくよ。粉っぽさがなくなるくらいで、いいんだったね。残りの生地に、ココア入りの粉を混ぜるよ。同じ分量の、2色の生地できたね。柔らかめの生地だから、ラップにくるんで1時間、冷蔵庫で冷やすよ。了解でーす。以前買っていた方だよ。洗って拭いておいてね。リラックマ大好き。買っておいてよかったね。でも、細かいところに、貼り付きやすいのが難点かな。生地を伸ばすときは、打ち粉を振って伸ばすといいよ。型にも粉をつけて、はたいておくといいみたい。それじゃあ型抜きしていくよ。ほんとだ、外しやすくなった。実際にはスタンプをして、内側から抜くようにね。とりあえず置ける分、抜いたよ。かわいいね。先にオーブンを170度に、温めておくといいよ。アーモンドを、ラグビーボールに見立てて、トッピングするよ。持たせる位置変えると、バリエーション増えていいね。あとは170度で10分から12分、焼くよ。焼けたー。かわいいね。かわいいね。あとは溶かしたチョコで、ボールらしく描くよ。すごいすごい。旧式ボールだけどね。バッチリパスを受け取った感じに、見えるね。それならこっちは、トライ狙って走ってる感じかな。これはもうキックだよね。絶対入るやつ。じゃあそろそろ味見しちゃおう。うん、甘み抑えめで、優しい味わい。でもアーモンドが香ばしくて、いいアクセントになってるよ。お父さんと食べながら、応援するよ。珍しくうさパパ高校だな。あ、忘れてた。どうした？お父さん、アーモンドアレルギーだったよ。これは私とお母さんで、いただくしかないね。パパにもちゃんと、別なもの用意してあげなよ。